さすがタカさんだな。こんにちは、あっこちゃんです。先日アップしました、動画ワンノックロックのタカさんがインタビューの中でバンドとファンを聞き間違えたのはなぜでしょうっていう回答の動画なんですけど、見ていただきましたでしょうか。私の動画には似つかわしくなくアクセスが伸びております。きっとワンノックロックのタカさんの人気のおかげだと思います。その動画の中で私は言い忘れてしまったのですが、タカさんがバンドとファンを間違えたっていうことはある意味素晴らしいことだなって思いました。それはなぜかっていうと、ちゃんと母音を聞き取って、その同じえっていう母音が一緒の単語を多分一瞬のうちに頭の中でザーって探して、そしてその会話に一番近いイメージの単語をピンポイントでゲットしたっていう感じだと思うんですよね。だからある意味ですね、ちゃんと母音を聞き取っているっていうことと、その一番適切な語をピックアップした、間違えてはいるんですけど、例えばそれが全然違う母音の単語だったらあれって感じなんですよね。で、タカさんの素晴らしいところは英語がもうバッチリパーフェクトですね。タカさんの歌を聴くと分かるんですが、私の以前の動画でも歌っていますけど「サマーパラダイス」、その MV ミュージックビデオを見た時に、最初ね、なんだっけ、あのバンドは思い出せない、サマーパラダイス、タカさんとセンポプラン、いやセンポプランの、デビッドが歌ってる、最初に聞いた時はどっちがどっちか分かんなかったんですよ。そのぐらい発音がネイティブですね。でそれは、タカさんのインタビューの動画を見ると生まれつきのネイティブって感じではないので、もちろん英語はいいですよ、すごくパーソナリティのあふれたとってもいい英語なんですけど、英語環境で育ったっていう感じの英語ではないので、それを思うとですね、どれだけ努力したんだろうかと私は思うんです。その母音の音がですねぴったりと合っているから英語がすごくネイティブに聞こえるんで、でもちろんそのインタビューの動画の時も聞いてくれてる人が、ネイティブかネイティブじゃないのかちょっと分かんないんですけど、ネイティブに近い発音でもうネイティブかもしれませんけど、だから母音の音がのピンポイントがぴったり合ってる音で聞かれたので、余計にこうなんていうかなっていうか、ちょっとうまく言えないんですけど、とにかくこれが例えば聞いてる方も母音があやふやな英語で聞いてるとしたら、また違う展開になったと思うんですけど、大事なことは母音のベクトルをピシッと合わせるってこと。例えば A っていう音の母音でもいろいろありますよね。あっていうのとか、えっていうのとか、うとかね、いろいろあるわけですよ。日本語にはない音だからといっておざなりにしてはいけないってことなんですよね。細かいあですね。例えば襟っていうのと色っていうの、例えば襟は color ですよ。でも色の場合は color なんですよね。私自身も英語を習い始めた頃はどっちがどっちかまず分かんないし、違いがまず分かんないし、この微妙な違いが必要あるのかなっていうふうに思ったんですよね。これごちゃごちゃにしてもう通じるんじゃないかなって思ったんですけど、厳密に言えば通じないですね。もちろん文脈で言ったら通じるんですけど、なんかちょっとそのもったいないな、そこで捨てちゃうのが。ある程度英語をやってきて、最初のうちは同じ「あ」でもいいかもしれないんですよ。「color」の「あ」でも「color」の「う」でも一緒でもいいかもしれないけど、ある時からは細部にも注意を払ってきちんと発音を抑えていってほしいなって思います。でないと英語が結構上手になってきてるのに発音の母音がめちゃくちゃだとなんかもったいないですね。伝わり方も多分微妙に伝わってない時もあるだろうし。ということで、タカさんが間違えたっていうことはありましたが、同じ母音のピンポイントの単語で間違えてるっていうところにはさすがタカさんだなって思ったっていう内容のお話でした。じゃあまた次の動画を楽しみにしてね。 Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.